マンゴーチーズケーキを作ります。保存袋にクッキーを入れ、細かく砕き、溶かしバター 30g を入れて混ぜます。マンゴー 100g、 生クリーム 150cc、 クリームチーズ 200g、 卵2個、砂糖 50g、 薄力粉 30g、 レモン果汁大さじ1、20回ほどブンブン引っ張ります。シリコン型に砕いたクッキー生地を入れ敷き詰めます。天板にのせ、ブンブンした生地を流し入れ空気を抜きます。180度に予熱したオーブンで40分焼いたら完成です。